福祉施設の被害がおよそ177億円、定置網の被害がおよそ103億円です。しかし、壊滅状態となっている漁業や漁船、水産関連施設などの被害額はまだ分かっていません。今後、被害額は大幅に増える見通しで、県では引き続き調査を進めていくということです。まあ、復旧行に向けて歩み出す一方、こういうこう数字がまた出てくると、改めて今回のね、あの津波のその被害の大きさというのを実感するわけですけれどもね、はい、では2週間と先ほどお話ししました、まあ、避難されている方、それからまだライフラインもあの完全に復旧していませんので、不自由な生活の中でさまざまね、あのやっぱりそろそろこうちょっといろいろ疲れが出てきたりとかねする頃ですから、あの皆さんもあまり溜め込まないようにしてくださいね、はい、それではあのリスナーの方からいただいたメッセージ、林さんから紹介してもらいましょう。はい、仙台市の赤塚陽子さんからいただいています。南三陸町志津川の父庄司勝さん、姉阿部優子さん、そして旦那さん、お名前はわからないんですが、さんま船の船員です。無事ですか？未だに連絡がつきません。とても心配しています。連絡を待っています。そしてこちらは先ほどラジオを聞いたものです。渡里町に住む佐藤邦夫さん、佐藤東子さん、または冬子さんの家族の安否を気にされている方がいましたが、渡里町内にいますとのことです。はい、本人確認はしていませんが、知り合いの方の情報なので大丈夫だそうです。よろしくお願いしますと、ラジオの情報を聞いて、そうですね、はい、いただきました。あ、よかったですね、はい、佐藤邦夫さん、佐藤東子さん、または冬子さん、渡里町内にいるということです。熊谷さんからいただきました。安否の確認が取れました。石巻市緑町の小野寺守さん、小野寺邦子さんは娘さんの旦那様の実家でお世話になっています。気仙沼大島の小野寺さん、安心してください。そしてこれは無事物資が届きました、うん、山本町坂本の古川博美さんから、今日初めて自宅にも物資、お菓子とカップラーメンが届きました。子供がいるのでとても助かりました。避難所じゃないと物資はもらえないのかと思っていたので嬉しかったです。避難所の方はある程度、まあ、あのなかなか届かないところもありましたけど、今はだいたい行き渡って、はい、ただあの一人暮らしの方とか小さいお子さんがいる方でお店も遠いという方は、自宅に行ってなかなかあの買うものも買うこともできず、本当に苦しいんですというのを、ね、たくさんいただいたんですけど、はい、まあ、こういうふうに、ね、個人のお宅にも物資が届くように少しなってきたということですかね、はい、